い、じゃあですね、はい、ギターを持ってもらってるんですけどもね、うん、はい、リキさんのねギターを紹介しましょうか。はい、はい、これですよ。ででーん、ストラトですか、これは。はい、ストラトです。はいはいはい、これがね、思想の乱の時も僕見てねびっくりしたんですけど、うん、まずですね、どっから説明したらいいかな、この傷傷ね、この傷ね、うんうん、これを僕はパッと当日見た時に、あーすんげー高いギター持ってるやんって思って、あーなるほどね、これは絶対オールドやと思って僕から話しかけたんですよね、はい、うん、で聞いたら、これは自分でつけられたんですか、自作です。うまい、ガーッと削って、自作自演ですわ。ですすごいね。そう、でもね、このね、見てもらえますかね、これね、この精巧な傷のつけ方、なんかこの辺もなんかあの古く汚れた感じにしつつですね、そうです、削るとこもなんていうんですか、要は当たるとこだけ狙って削ってるようなこの、はいはい、ね、やらしいですよね。みたいな持っていき方なんですけども、そうですね、はいはい、これでメーカーはわかんないメーカーですね。そうですね、撮影前に調べたんですよ。はい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 、ソルフェージュっていう。ソルフェージュ、僕も初耳です。持ってる本人も初耳です。はいはいはい、でソルフェージュ、いげちゃん、これ情報ありますか。でこれ調べたところですね、はいはい、あの激安ブランドらしいです。激安ブランドを言うからには安いんですかね、うん、ということはリキさんやっぱりもうこれ聞かなかったですよね。最近全然聞いてないですけども、はい、はい、これおいくら万円ですか。実は言うとね、これおいくら万円とかじゃなくて、はい、5000円以下で買いました。5000円以下、すごい。5000円以下です。5000円以下ですか。多分4500円とかそこまでやった。すげえ、すごい。これはちょっと過去一ですよ。お父様史上一番安いですね。はいはい、今までどんだけ上で競っとったんだ。そう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 、ついにね、ドンと下の分野でもこれなかなか超えませんよ。これは確かに。これは、ね、でも音すごかったですよね。いや、音良かったですよ。そうなんですよ。だから多分本人はですね、もうここやと。そうそう、結局まあそうですね、これじゃない、これだっていうことです。ですどうすか、5000円くらいで買えるんですか。5000円くらいで買えましたね。これはね、新品で、いやいや、あの中古で買いました。はいはいはい、中古で5000円以下だったっすね、うん、で、お手軽価格のギターがちょっと1本欲しかったんでこれを買ったんですけど、もうこれを今ずっと使ってます。これはじゃああれですか、高校生入ってから最初に買ったギター。いや、最初もストラトを使っておったんですけど、それがちょっと壊れてしまい、次テレキャスターで移動して、でテレキャスターも、まあ、壊れてしまい、よく壊れますね。で3代目ぐらいです。なるほど、経緯からやったら全部シングルピックアップ系が好きなんですね。あー、うん、そうですそうです。ロジックはもうじゃあこのギターなんですか。はい、このギターでやらせてもらってます。すごいもう変える気はないです。壊れるまで使う。壊れるまで使います。これはちなみに壊れてないですか。いや、一回壊れました。で、テレマンさんで修理出して、テレマンメンテが入ってますね。そうですね、メンテナンスちゃんとしてもらって今こうやって使えるようになってます。あー、なるほど。ここら辺はもう標準ですか。標準です。ボリュームトーンドーンでこう切り替えも、あ、そうですそうです。切り替えは5スイッチになってますね。なんかこうこういって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 こうですかね。とにかくね、僕はもうこの見た目がものすごいかっこよかったんですよ。オールドチックね。オールドチックやし、色もね、ワインレッドとか赤色でね、うん、で、自分でやったって言って、まさか僕構成やと思ってたから自分で傷つけるのも結構勇気いるよなって思ってたんですけど、あ、そうですね、これちょっと僕も買いますわ。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。これ同じぜひ。で、同じように僕もちょっとダメージつけて、あ、いいですね。また一回、それ出来上がったら、もう一回ご一緒に出てもらいましょう。はい、じゃあぜひ青色あたりのを狙います。あ、いいですね。ということでね、トルフェージュのストラトですね、はい、紹介していただきましたけどもね、はい、こうなってきますとやっぱ足元ですよね、うん、ということでエフェクターいっちゃっていいですか。行きましょう、行きましょう。はい、じゃあですね、いよいよこの足元ですね、今度、うん、紹介しようと思いますけども、リキさんのエフェクターがこちらです。はい、来ました。これはシンプルですよ。でもね、僕ね、好きなんがあるんですよ、はい、僕ね、これがむちゃくちゃ好きなんでしょうね。でしょうね。ラットですよね、はい、はい、これがね、ものすごい好きでね、渋いですよね、そうです。選んでるエフェクター、これあの、まあ、歪み、ディレイですね、うん、
ってなってますけども、基本的にどんな感じで使われてるんでしょうかね。そうっす、基本的に OCD をかけっぱなしにして使ってます、ね、ああなるほど。じゃあこれがもう通常そうですそうですずっと入ってる感じですか。ですね、ずっと入ってる感じです。でもっと歪ましたかったらラットを使って。やっぱラットってそういう使い方っすか。僕ね、このラットがむちゃくちゃ今欲しいんですよ。あ、そうなんですか。売る気ないですか。やらないっすね。あ、ちょっとこれはな、欲しいですよね。まあ、じゃあちょっと一個ずついってみましょうかね、はい、通常のセッティングからいきますと、ゼロからいきましょうか、はい、OCD が常に入っているということで、この OCD は真ん中になんかピンスイッチみたいなのありますけど、それは何ですかね。これね、確か下にすると音がちょっとクレーになるかなって感じなんですよ。僕は基本上でかけっぱなんですけど、弾いてる時にカチカチやってもいいですか。あ、ぜひぜひ。じゃあちょっとまずこの OCD の音を試す前に一回じゃあちょっとクリーンの音を聞いてみましょうかね、うん、ソルフェージュのクリーンちょっと出してもらっていいですか。はい、なるほどなるほど、うん、はい、じゃあこれに歪みを出すと綺麗なクリーンになりますよね、うん、そうです、はいはい、じゃあこれでちょっと OCD を一発入れてもらいましょうかね、はい、入れます。はいはい、なるほど。じゃあもうこれはこの状態でコード弾きもできるぐらいなんですね。あーですね、そうですそうです、うん、主にやっぱり僕コード弾きの方が好きなんですよね。はいはいはい、はい、だからそっちをって言いますけど、やっぱ単音弾きなんで下手くそなんです。まあで3ピースですからね。そうそうそう、余計にそういう感じになるかもしれないし、そうなんです。あとまあコピーしてたブルーハーツとかやってたんで、はい、まあ、モロコードですね。モロコードですね。これじゃあちょっと弾いてもらってて僕カチカチしていいですか。あ、了解です、はい、いきます。全然違う、全然違う、むちゃくちゃ音変わる。何なんすかねこれ。確かに、ね、なんか音量自体も全然上がる気がするね、うん、なんか歪み量もガクンと落ちるね、うん、これ、うん、お、何なんやろこのスイッチ。上の方がやっぱりええね。そうね、上の方が好きなんですよね、うん、これでもね、意外にね、爆音で鳴らした時、うん、この下が生きてくるかもしれない。ああ、そういうこと、うん、なるほどなるほど、あの大人のスイッチみたいな。大人のスイッチあれ分からんの。はい、よう分かるですね。ということでこれで見た下地を作るような感じですね。あ、です。はいはい、でこっからですよ、うん、こっからラットが入るわけですか。こっからラットが入ります。ちなみに、はい、ラット入れるとき OCD 入りっぱなしですか。歪みから歪みを足すみたいな感じ。あ、そういう感じです。あとはディレイですね。はい、ディレイです。これが、これ僕このディレイあんま知らないですね。綺麗な歪みですわ。めちゃめちゃおしゃれな音ね。これ。いや、ちょっと意外。僕がイメージしてたこの3つのエフェクターが。